橋ひかるです。お着物の感想なんですけども、メインに赤色が入ってて、とてもすごく綺麗な赤色 でお花の絵もいっぱいあって、すごく綺麗だなというふうに感じました。今年はあと初めての映画の出演だったり、 CM の設営だったり、バラエティ番組の出演だったりと、本当にたくさん学ぶことがあって、とても充実した1年だなと感じます。来年は今年よりもっともっといろんなことに積極的に挑戦していって、いろんな役にも挑戦していきたいなと思っています。ありがとうございます。吉本美優です。まずは私、今回晴れ着水色なんですけども、今まで結構青とか、あのパキッとした色が多かったんですけど、今年はちょっとほんわかしたイメージといいますか、ちょっと女性らしく、女性らしいお着物を晴れ着を着させていただいてすごく嬉しいです。そして何といってもここに今年も立たせていただいて、晴れ着撮影会に参加させていただけたことが本当に嬉しいです。そして今年はですね、4月のドラマからあのアイムホーム、表参道高校合唱部、そして今放送中の5時から9時までっていうドラマ3作品に、出演させていただけて、そして映画も無事公開して、たくさんの人とあのお話ししたりだとか、あとお話をたくさん聞いたりする機会がもう本当にいっぱいあって、すごく吸収できた1年なのかなと思ってます。来年はその出会いに、感謝して一生懸命頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。宮崎カレンです。着物は今年大河ドラマに出させていただいたので、いろんな着物を着させていただいたんですが、武士の娘だったのですごくちょっと質素で、こうなんだろう、質素な着物を着ていたんですけど、それを着ている時はちょっと男らしい気分というか男っぽい気持ちになってたんですけど、今日みたいな華やかなあのお着物を着るとちょっとやっぱり女性らしい気持ちになるので、着物でも同じいろんな表情があってすごく着るのが楽しいなと今日も思いました。今年はあの大先輩に囲まれてお芝居をすることがすごく多くて、先輩方 の素晴らしい芸を目の当たりにして学ぶこともたくさんありましたし、まだまだ足りないなっていうところもたくさん見えてきました。あのでもその先輩たちに負けずに自分もあのやってやろうというガッツもあの得ることができたので、すごく実のある1年だったなと思います。来年はその足りない、見えてきた足りない部分を自分なりに補強しながら、もっともっと自分の中に引き出しを増やして頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございます。小沢奈々香です。着物を着た感想は、私初めて黒の着物を着させていただいて、私のイメージではすごく黒って大人っぽくてかっこいいというイメージが強くて、少し大人の女性に近づけたかなという気分です。黒の中でも可愛らしいピンクのボタンの花だったりとかありまして、すごく可愛いなと思いました。今年はまずは X21 として本当にたくさんのイベントに出演させていただきまして、たくさんの方とお話をして一緒に盛り上がれるイベントに参加して、たくさん吸収するものもあって、あのミッションとか課せられたんですが、メンバーといろいろ話しながらもしつつ成長できた1年だったかなと思います。あと個人としては、私上京を今年しまして、活動の幅も結構広がりまして、モデルとしてランウェイを歩かせていただいたり、ポスターの撮影などさせていただいたり、すごく充実した1年になりました。来年は2016年はまずは X21 として全国を回ってイベントができるようなグループになることと、あとは個人としてはあのレッスンに励み、ポージングや
表情の練習をしてモデルとして少しずつでも近づいていけるようスターに近づいてい けるよう精一杯頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。